時が経つのは早いもので、次が最後の曲となりました。最後は1965年に大ヒットしたミュージカル映画サウンドオブミュージックからテーマドレミの歌、一人ぼっちの羊飼い、さようならごきげんよう、エーデルワイス、すべての山に登ろうの6曲をメドレーでお送りしたいと思います。この映画は第二次世界大戦直前、ナチス占領下のオーストリアで歌と家族愛で人々を励まし続けてきたトラップファミリー合唱団の実話に基づいた作品で、作品をご覧になったことがある方は曲を聴くだけで映画の名場面が思い浮かんでくるのではないでしょうか。また映画をご覧になられていない方でもどこかで耳にしたことがあるおなじみの曲がたくさん出てまいりますので、ぜひお楽しみにしていてくださいね。それではサウンドオブミュージックメドレーです。本日はありがとうございました。Thank you.
Thank you.